私はいつも、散歩に来る場所の駐車場に入りました。ここはボーリバーの川沿いの展望台のある場所です。そして散歩道です。遥か遠くの方に、1988年のスキーのジャンプ台が見えますね。今見えました。夏場はこのように散歩道に、市の方でトイレもちゃんと仮設でつけてくれて、みんなが困らないように置いてあります。ここはバイクで走ったり歩いたりするコースです。いました、川下りが。もう自由気ままに皆さんゆったりと流れに任せて川下りしてます。西日を受けて川下りしてた人たちがいますね。あ、水面が綺麗だ、光ってすごいキラキラ輝いて。カルガリーという名前の由来はですね、輝く水という意味です。輝く水、それがカルガリーという意味です。皆さんご存知だったでしょうか。輝く水のカルガリーです。してますね。これ私までやったことないんですけど、絶対やりたいと思います。カルガリは海抜1000メーターありますから、避暑地のような感じの町です。ジジイの旅の配信です。よろしかったら皆さん、チャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。ありがとうございます。